4. スクラブライティングの基本。それではですね、実際にライティングを組んでみたいと思います。で、今回の講座は、基礎編になります。まずライティングを組んでいくという基礎の部分をやっていくので、実習でもやるんですけれども、あらかじめちょっと皆さんには見といていただきたいなということで、事前学習として、このビデオをお届けします。今日のモデルはこのくまちゃんです。これをちょっと撮影するということを前提に、やってみたいと思います。まずスタンドの立て方です。スタンド、この状態でしまっているんですが、これまあね、こういう感じで伸ばして、使います。で、必ずこれって変な開き方をしてると転倒の恐れがあるので、必ずここ、こういう伸びていく部分があるんですけど、ここを平行に、地面と平行にここをねしていただくということをまずは基本としてください。で、ちょっとこう上の方になって、これも平行ではないんですけれども、ちょっとこう斜めになってますね。こういう使用の仕方ももちろんあるんですけれども、基本はここをまず平行にすると、そうすると一番安定するので、まずはちょっとここを平行にして、でしっかりと締める、で、使用するということをちょっと前提に考えてみてください。それからあと伸ばし方です。下から順番にこのポールを伸ばしていきます。はい、で一番上もっと伸びるんですけど、ものによっては伸びるんですけど、手が届かない場合は上から伸ばして、でこの真ん中で調整しても構いません。どこでストロボを組んでいくかということで、スタンドを設置する場所を決めます。今日はちょっと左から光を当ててみたいので、被写体に対して適切な位置でスタンドを立てます。今日使用するのはモノブロックストロボなので、これでセッティングを組んでみましょう。ネジに緩みがないかどうかしっかりと確認をして使用します。で、次に電源を取ります。まあ一番近いところでいいんでしょうけど、長さが足りない場合は無理をせずに延長コードを使用します。で、無理にこうなんて言うんでしょう、短いコードで使っちゃってると、電源が突っ張って、で、転倒したりとかですね、まあ、そういうのにつまずいて転倒したりというのもあるので、基本的にはケーブルには余裕を持って、でこれ引っ掛けないようにしてください。これまたね、ここのスタンドを伸ばしていくと、この長さっていうのはどんどん短くなっていきます。なので注意してください。はい、で、いろんなライティングの組み方があります。今回の講座で使用するのは、アンブレラ、傘ですね、こういうものを使用します。それからあとボックスライト、バンクと言いますけれども、こういうストロボの前につけるものとして、とちょっと光を和らげてくれる、強さを和らげてくれるバンクライト、ディフューズ効果のあるもの、こういうボックス型のライト、バンクと言います。こういうものを使用して、撮影をします。まず傘の使い方、まあ日常皆さんが使う傘と仕組みは全く同じです。アンブレラと言ったり傘と言ったり、傘でこれは反射をします。バウンスをするので傘バンって言ったりもします。傘でバウンスということで傘バン、今回の撮影は傘バン用意してということであれば、アンブレラで、セットをするという、そういうふうに覚えておいていただくといいと思います。広げ方なんですけど、こういうのは消耗品であって消耗品でない、ものです。買うとね1万円近く、する場合があります。なのでできるだけ長く使っていただくために、こういうの無理に開けない、基本的にはこう
スッと開くようにして、あんまりこうグッとね力を入れてやったりすると破れたりで、ビニールでできているのでちょっとひっついてたりするのがね、無理やり開くことになってしまったりするので、こういうのは取り扱いには非常に注意していただくといいと思います。長く使っていくために丁寧に扱うということを、忘れないでください。ちょっとじゃあ傘で組んでみましょうね。ここモノブロックストロボのここに穴があるのでここを通します。でこの長さ調整できます。で、まあ、通常使う場合これはまた光量とか光の質が変わってくるんですけど、僕の場合はこのモノブロックストロボからこの傘の絵が飛び出ないぐらいがちょうど使いやすいんじゃないかということで、まあ、ここを基準に合わせて、使うようにしています。こんな感じですね。よくスタジオとかで一番オーソドックスに見られるのがこういう、ストロボ装置になると思います。ヘッドから出た光は一旦この傘の内側の白い部分に反射をして、でここから拡散をしていきます。なので割とコントラストが高い絵になるんですけれども、光がこうやって拡散をしていくので、若干柔らかい光を作ることができます。なのでポートレートの撮影なんかではよく使用されることが多いと思います。まあ、簡単ですし、ちょっとこういうボックス型のライトを持っていくとなると大層になるんですけど、傘だと割と簡単に設置できるので、それからと小スペースであるということで、一般的にこういう組み方が多いかもしれません。で、このクマちゃん向けて撮影をするので高さをね合わせます。このパンボを使って角度を変えることができます。それから高さ、適切な高さにしてみましょう。で、どのぐらいの高さにしてどういうふうにこの角度を変えるとどういうふうに映るのか、どういうふうにライティングになるのかっていうのは中の実習でやっていきますので、今組み方だけこんな感じでやるんだっていうところだけ見ていただければと思います。今光はここからこのように広がって、いきます。今ねちょうどモデリングランプをつけてみました。こんな感じで光が、出ているということがよくわかります。ストロボは一瞬にこう光るものなのでなかなか光がどのようになっているかって分かりにくいんですけれども、必ずモノブロックストロボについているモデリングランプを点灯させて、で影がどのようにできるのかとか、あと光がどのように回るのかということで、モデリングランプで全てをね、調整をしていきます。なので5影のでき方がもうちょっと変えたい場合は角度をつけたり、それからここの高さを変えたり、そうすることによって調整をしていきます。でこちらがちょっと影がつきすぎている場合は、今まあこちらが壁なんですけど、こういうレフ板なんかを使って影がそんなにできないように若干こちらから光を戻してあげるみたいなこともやって実際の撮影を行います。ではちょっと分かりやすいように今片方だけ電気をつけました。通常撮影するときには電気を一旦全部切って、モデリングランプの光だけを使って、撮影をします。照明つけてても影響がここの環境光を影響を与えない場合もあるんですけれども、基本的には環境光は、遮断をして撮影するということをまずは知っておいてください。それでは今からストロボの露出をフラッシュメーターで測ってみたいと思います。今日使うカメラはニコンの DF を使ってみたいと思うんですけれども、これでシャッター速度を125分の1、60分の1でもいいんですけども、125分の1で僕は毎回設定をしているので、シャッター速度を125分の1に、設定をして、でこのフラッシュメーターを使って露出を設定していきます。今日の撮影データの目標値はまず F8、
で F8 を使うのは、まあ、レンズの性能も F8 ぐらいがこのレンズの場合は一番解像度が高いので F8 もしくは F11 を使用して撮影することが多いです。でそうするとだいたいですね、目にフォーカスを合わせた時に、だいたい F8 だとこの耳の前ぐらいまで、ぐらいまでフォーカス合います。で耳の後ろまでしっかりとフォーカスを合わせたいなと思った時には11ぐらいまで絞った方が、いいんですけど、だいたい目にフォーカス合わせて耳のあたり、耳の手前あたりぐらいまで、フォーカスを合わせたいということであれば F8 で、もっと被写界深度を浅くしたい場合、5.6 それから4 2.8 ということで 2.8 ぐらいに設定するともうここらあたりですね、目のこの目尻、から後ろぐらいが全部ボケていきます。なのでまず F 値を決めるっていうのはどのぐらいの被写界深度にするのかということで F 値を設定してみてください。目標値としては F8 を目標にして露出を測ってみたいと思います。まずシンクロケーブルの先端を、このフラッシュメーターの X 端子のところ、 X 接点のところに接続をします。で片方のフォンジャック、こちらをですねストロボに接続をします。はい。で、この状態で電源が今入っています。モデリングランプもついています。バリエーターは200を指しています。はい。で光量を変える場合はここのバリエーターを変えて、で測定をしながらここを F8 に近づけていく。カメラはですねこちら側からシャッターを切っていきますので基本はこの白い丸玉をカメラの方に向けて、で露出を測りたいところにこう当ててですね、白玉をカメラの方に向けて撮影をするのが基本です。ただ場合によってはこちら側から光来てますのでこちら側を向けたりとか、こちら側を向けたりとかっていうのは測定したい場合によって、変えていきます。基本的にはここですね、撮影したいもののところに持っていき、でこの白い玉をカメラの方に向けるというのが基本になります。であと注意しないといけないのが光向こうから来ていますので、僕が今ここに立っているとせっかくこういうところにですねバウンスさすためのレフ板というのをこう置いてるんですけど、僕が影になってしまうということが最も危険な部分になります。ましてや光源の方にこうやって立ってこんな風に測ってると僕の影になっちゃいますから、測るときは光に影響を受けないように測定をします。まあ、このぐらいですかね。ここだとするとあまり影響を受けません。で、僕今今日黒い服を着てるんですけれども、基本的にスタジオに入る場合は黒い服を着ます。で白い服だとどうなるのかというと、僕自身にも、光が当たって僕は白い服着てると 僕がレフ板代わりになってしまうということで、露出をねこうやって撮るときにもあんまり僕近いと僕に反射した光も一緒にフラッシュメーターが拾うことになったりします。なのでスタジオに入るときはできるだけ黒っぽい服で臨むようにしています。光に影響がないかどうかを必ず確認して、で、測定をします。測ってみます。はい。今出たのが出た目と言いますが、11と2という数字が出ます。でフラッシュメーターの測り方なんですけど、今出たのが11とそれから小さい数字で2っていうのが出ています。でこの小さい数字っていうのは10段階になっていて、 F11 から1段分の F16 までを10段階で示した数字がこの後ろに出てきます。なので11と2ということであれば設定値は11でもいいですし、それから11と3分の1段で設定してもいいということになります。今から持っていきたいのは F8 という数字まで持っていきたいので、今バリエーターでは200という設定をしていますが、
約1段分露出を落とさないといけないということになります。なので一度これをね100まで落とします。100まで落としたら1回空発光を押してください。テストボタンをこう押して、で一度空発光させる。そうすると100の数字でもう一度この中が充電し直されますから、この状態で再度測定をします。そうするとここに出てきた数字、今8と3、という数字が出ます。 F8 とそれから10段階の3番目、というのが出ますから、今 F8 と3分の1段ということになります。ちょうど F8 にしたければもうちょっとバリエーターを下げて、いけば8に設定できます。ちょっと空押しします。はい、今ここの数字は F8、ちょうどになりました。で、バリエーターを調整することによってここの F 値を固定する。なので今このカメラで ISO 感度100、シャッター速度125分の1、 F8 で設定すると、この明るさでちょうどここでですね適正露出になるということが、分かります。このようにして露出計を使いながら、目に見えない速さの線光をどのくらいの明るさに設定していくかということを設定していきます。ではこちら側を、F8 で ISO 感度100、それからシャッター速度を125分の1に設定をしました。でフラッシュメーターから外したこの、シンクロケーブルをカメラ側の X 設定に挿し、これで撮影を行います。そうするとシャッターを切ると同時にシンクロケーブルを伝って、こちら側にシャッター切った情報がいきますから、同調してフラッシュが光ります。で撮影した画像を必ず見て、これで光の当たり方、などを確認して、自分が目指したい絵の通りにライティングが組めてるかどうかを確認してみる、そういうふうにして撮影を行ってみます。まずこれが露出の合わせ方になります。それから撮影した後は必ずロー現像をします。コントラストをつけたりっていうのはトーンカーブでやったりするんですけども、ライティングを組んでやる場合っていうのはコントラストというのはロー現像の時の、トーンカーブとかを使ってやるんではなくて必ずライティングでコントラストをつけます。なのでコントラストを低めにしたい場合、もっと柔らかい場合はここで柔らかい光を必ず作るということを覚えておいてください。ここで適当に撮影して後でロー現像でコントラストをつけようということは絶対に考えないと。でライティングっていうものを通して硬い光を作ったり柔らかい光を作ったりしていきますので、それは通常の皆さんのスナップで撮影しているみたいにトーンカーブを使って後でコントラストを整えようという考え方ではないということをまず知っておいてほしいんですね。なのでここでライティングできるということは皆さんが光を作ることができるっていうことがライティングの一番の目的になります。普通撮影するときには皆さんが作った光ではなくってそこにある光を使いながら撮影することになります。なのでコントラストっていうのは今ある光を使いながら後でトーンカーブを触ってコントラストをつけたり柔らかくしたりとかっていうのはできますけれども、皆さんが光を作るっていうことは、全てその光の柔らかさ後で触るんではなくって皆さんが責任を持って自分が撮影に使う必要な光を作るということを絶対に忘れずに、取り組んでほしいなと思います。
で目標は自分で必要な光を作るっていうことが今回の講座の目的になってますので、まずはですねちょっとそこを理解していただいて講座に臨んでいただければと思います。